羽ば康吉肖像写真。現代人物史書集。山田やゴ兵衛は、江戸時代より約400年、代々市ヶ谷甲羅屋敷で、米、味噌、麹の製造、販売を制御とした一族。初代は、神江門と称し、元禄十三年に、甲羅氏がこの地を廃領する以前の官営十八年から、知主を務めており、以前の所有者であった禅。 さや清康院五曲栄順にの縁者という。十三代ゴン衛は天然理心流剣術道上手、近藤修介に見せ貸ししていた。海江二年に近藤勇の実家、宮川家と交わされた洋子差し出し日券に保証人としてその名前が記される。また、海江四年に豚屋最高の際には、米屋、及び味噌屋ん屋としてその名が確認できる。 明治5年の第3大区小六区市によると、味噌製造工47国、工事製造工40国となっている。14代、田畑康吉は、牛込区会議員、東京市会議員を歴任し、園席に当たる松本木平と共に、土地開発を手掛ける。また下六番町に出展し、15代、常吉の時、屋号を、山県商店と改める。 この頃まで、増本を経由して、東京の酒造業の使用した酒工事を一手に、担っていたことも特筆されよう。しかし16代、福太郎の代になると、酒造業も大規模化し、徐々に、需要も失われ、昭和17年から行われた、戦時統制に従い、酒工事の製造業を撤退。また、昭和20年5月25日の戦災により、下6番町の店舗を失い、 廃業した。ありがとうございます。